プーチン政権はその正当性がないって言ってる政権の外務担当の閣僚と外務大臣と会ってるんですね、ラブロフが。これしかもプーチンの指示っていうのは落としどころつけるってことなんですよ、うん、だから連邦制っていう形を作って、うん、ロシア語を常用していて正教を信じてる人、うん、西側はカトリックですからね、うん、そういう人たちの権利が保全されるっていうことだったら我々は手を出さないって言ってシグナル出してるわけですね、うん、そのシグナルを出してるものが、うん、ロシアがそこを植民地化していくとか、保護国化していくかという、そういうような悪意があるんだったらともかくと、うん、今ロシアが言ってることを虚心段階で見た場合に、ロシアもクリミアで止めた紛争拡大をこれ以上したくないと、うん、こういう姿勢なんですよね、うん。それで日本の立場からするならば、これクリミアは非常に、問題ですよ、うん。問題だけども、アメリカにひっくり返す力がありますかっていう話ですよ。はい、ひっくり返す力がないことに関していつまでもこだわって、うん、それで事態を紛糾させて、うん、ウクライナロシア戦争なんてことを起こすっていうことが、うん、果たして国際社会にとってプラスになるのかと、うん、アメリカはとにかくメンツが傷つけられちゃったんで、なんか普通の感じじゃないですね、アメリカの今論調を読んでると、うん、異常な興奮状態になります。でも冷戦ではないってこう佐藤さんおっしゃってるわけですよね、はい、だイデオロギー資本主義と共産主義の対立なんかもうないわけだし、それから冷戦っていうのはブロックですからね、うん、要するにロシア一国の話ですから、うん、あと西側だってドイツだってイタリアだって冷めてるじゃないですか、うん、勘弁してくれと、うん、ガスパイプラインがロシアから取ってるから、うん、それから日本だって安倍さんの姿勢を見ると、例えばですよ、経済制裁っていうとか人的交流の政策アメリカが発表して、うん、ブラックリストのもう本当トップ5ぐらいに入ってるんで、セーチンっていう人がいるんですよ、うん、ロスネフチ、ロシア石油の社長、うん、この人日本はお客さんとして呼んで、うん、日露の投資セミナーの基調報告やらせてるんですよ、うん、この人はプーチンの側近中の側近で、うん、プーチンの金庫番でもある、うん、こういう形で明らかに日本政府はロシアとは仲良くしたいんですよってシグナルを送ってるわけですよね、うん、それでしかも制裁をかける場合もいつもアメリカが制裁をかけて EU がかけて1日ぐらい置いてから日本がかけてって、うん、いつもその順番で遅れてやってると、これ国際社会の常識だといやいややってるってことです、うん、でもそれは私は必ずしも間違えてないと思うんですよ。だって我々にとって一番怖いのはまず中国、うん、中国がロシアとくっついて、うん、それで尖閣に上がってくると、うん、そうした時にウクライナに手を取られて中東に手を取られたらアメリカが尖閣まで手を伸ばす余裕あると思います？私はないと思う。三つの面ができちゃうわけですね。三正面なんかできない、うん、だその辺をリアルに考える、すなわち各国は自分のメンツとか自分の利益だけを追求してるってのは帝国主義なんですね、うん、アメリカのメンツ、アメリカの利益を追求してるって理屈はわかる、ロシアのメンツ、ロシアの利益を追求してるっていうのはわかると。しかし我々は我々で日本の名誉と尊厳と日本の国益、そして国民をどうやって守るかっていうことを考えると、その連立方程式からすると実は今の安倍政権とそれから外務省は非常にバランスの取れたいい外交をやってると思う。